松本縁起座は長野県松本市大手4丁目で平方工業株式会社が経営、運営していた映画館である。本校では同じ平方工業が経営していた上土シネマについても述べる。縁起座は明治時代に創設された芝居後や縁起座が前進、大正時代より映画館に転身し、戦後はにスクリーン体制となった。 1997年にビルが完成し、コスクリーンのシネコンとなった。しかしその後、2000年、アイシティシネマ、2008年、シネマライツ8と他のシネコンが開館したことも影響し、2010年6月27日、閉館。市内では、2004年に松本中劇と松本東方セントラル、8年に松本テアトル銀営と上土シネマが閉館。 市街地の老舗映画館が相次いで姿を消したが、2017年9月21日、イオンモール、松本内にシネコン、イオンシネマ松本がオープンしている。松本演ギザを経営する平型工業は6月28日付で事業を停止、自己破産申請の準備に入った。2001年3月期の売上高2億7500万円は、9年3月期に2億円まで。 落ち込んでいた。音響は DTSSRD 宇和土シネマは松本市大手4丁目に存在した映画館。座席数は200席。1917年、市街地の住民有志の出資により松本電機館として開業。昭和初期に演技座に経営場として以降は日活系の作品をメインに上映したが、1950年代末から、 松本東映に解消し東映の直映館となる。2002年に現在の上土シネマに解消。東映の直映館からフリー館に転校したが、周辺環境の変化や建物の老朽化も追い打ちとなり2008年11月24日をもって閉館。最終工業として、同年11月22日から24日まで宮本武蔵仁義なき戦い。 鉄道院などが特別上映され、電気管時代から91年続いた歴史に幕を下ろした。2015年5月現在、跡地はシャッターが閉まったままで、解体の目途は立っていない模様である。ありがとうございます。